が激突。舞台はここ埼玉ワールドスタジアム。そして今大歓声に揺れ動くフィールドに両チーム入場です。センターラインを挟んで両チーム睨み合い、開始の笛を待ちきれないといった様子。選手たちはいよいよ始まろうとしている。試合開始です。軽やかに待った。まずい。体ごとぶつかっていった。しまった。ブライカよ。まずい。ドリブルで引っかかります。ルチアーノ君リフティングでかわした。ボールダッシュ成功。カーン君ここはパスに切り替えた。鋭いスライディング。このタックルは不発に終わります。それライアン君ナイスプレー。かわしていく。これは必殺のロングパスだ。フランチェスコ君ここはパスに切り替えた。よし格闘技バリの荒技だ。ボールまずい。よしこれは格闘技バリの荒技だ。これはタッチ終わります。スローインからの再開です。ゼロ君ここはパスに切り替えた。抜けナイスプレー。低空のオーバーフットだ。それ若島君このシュートに反応している。ドリブルと見せかけてパス。ブラウン君それここは勝負を仕掛けた。ライアン君スライディングで勝つ。これは一発のロングパスだ。よっしゃフェイントだ。おっとフェイントはまずい。アウェイチームここでキャプテンにボールを渡す。勝利の一撃を狙えた。ナイスプレーだ。このくらいの方が面白いってもんだぜ。上から抜いた。ナイスプレー。連続で見せた。ナイスプレーだ。まるでボールと戯れるようだ。高く上げたボールリフティングさあ横っ飛びで鋭く反応。お見事華麗に攻めた。ライアンこの位置で攻守交代だ。これはまずい。ここから長い距離のパスを狙う。青井くんゴールを狙う。それドリブルで見せかけてパス。それあとドリブルを見送る。あとこのパスがゴール。ナイスプレー。さあゴール前です。早くシュートだ。それ相手ゴールを捉えるか。聖剣好きでボールを止めた。さあエミールくんここはパスを出した。ドリブルと見せかけてパス。ここはパスに乗ってきた。ここだ。ナイスプレーだ。これが俺のシュートだ。シュートを放った。森崎くんこのシュートに反応している。森崎くんダイビングキャッチ。長いパスが飛んだ。ドリブルに向かった。森崎くんオフサイドを切り裂く。カルメロくんここはパスに切り替えた。ナイスプレーだ。渾身のパスに行くぞ。バンチャーショットだ。それ聖剣好きでボールを止めた。エミール君ここはパスに切り替えた。タックルが炸裂。ここから長い距離のパスを狙う。カルメロ君これはうまく受け取った。ナイスプレー。これはごぼう抜きだ。青井君なんというカプラックだ。ナイスだ。シュートが放たれた。若島津君横っ飛びでキャッチ。ドリブルと見せかけてパス。ライアン君ここはパスに切り替えた。ヒューガ君ここは勝負を避けた。アルフ君低い攻撃が出ました。ハリエズミのごとく突破だ。カルメロ君これはうまく受け取った。それクロリマン君ここはパスに切り替えた。タイミングは抜けた。
反応シュート進行いっけー。これは飛ばされた。これをブロックに行く。ボールの勢いも止められない。懸命に間に合ってくれ。ボールポットをいつでもセービングだ。横っ飛びでキャッチ。エミール君、ここはパスに切り替えた。エミールの見せかけでパス。打ち合うのワイン。それカウント。ナイスプレー。ディフェンスに攻め込んだ。ボールナイス。邪魔だ。技、そして力の融合。さあこれは俺を攻めやれ。シュートだ。それだけ。このシュートは決まっている。打ち合うのこの程度で騒ぐんじゃねえぜ。諦めるんじゃねえ。うわぁ、ぶつかっていった。そんな、フェイントだ。これはドボールだ。まずい。ドリブルでボールを運ぶ。あぁ、これは。うわぁ、裏切りを決める。強力の火が落ちる。これは反応せず、ゴール隅に決まった。信頼してくれるゲームさん。そんな、守りは任せろ。どんどん攻めてくれ。これは予想外だ。必殺のシュートを放った。あれ、これをブロックに行く。ボールの勢いをうまく抑えた。ここで止めた。そのドリブルと見せかけてパス。あっと奪い返した。よし、早く早く打ったシュートだ。ボールを捉えるぞ。間に合ったか。懸命のセービング。止めた、止めたぞ。そう、エミール君、ここはパスに引かれた。このタックルは必ず終わります。ニッタ君、早ぶさ、早ぶさシュートだ。捉えるか。なんでかこんなに食らいつく。ニッタ君、ニッタシュートも忘れるな。まだまだ、こんなもんじゃダメだ。案外やるな。気分が乗ってきたよ。シュート対決。至高のテクニック見せてあげよう。タイミングは抜きった。反応シュート進行いっけ。これは飛ばされた。このボールに立ちはだかる。ブロックを突き破りゴールへ。若島君、ゴールを守った。ヒューガ君、ナイストラップ。カルクルのごとき突破だ。クイズ、なんてカルク君、これは大地を震わせる。すさまじいばかりの豪快な必殺のシュートだ。キーパー一歩も動けず、カルク君、鮮やかにゴール。わしのシュートも。また得点を狙っていきましょう。アウェイチーム1点差で、キックオフでオープンサーブ。ライアン君、鮮やかな肩抜きだ。正確無比な身のチャックを狙う。これは逃げないぞ。キーパー森田君、絶対に体全体でこれを止めた。パントキック、どこまで運べるか。何かでパントを振る。ジャロ君、ここは肩抜きだ。ボールを相手に蹴るんだ。これは格闘技ばりのアラウンドだ。ドリブルでボールを運ぶ。あーと、ドリブルを見送る。なんだと。ジャロ君、シュートで持ち込めるか。バンチャーショットだ。ボールを狙う。空手キーパーは渡しまず、ここにあり。うん、僕のおかげだね。まだまだ行くぜ。見せかけてパス。それ素早くつなぎます。それボールを相手に蹴り込んだ。これは何だって。
決めとくれ。ミスは許さない。
ぞ。ケン君だ。ここでは格闘技バリのナイスプレー。ここから一気に攻め込みたいところ。ルチアーノ君、これは全身の攻撃に出た。素晴らしい回収力のシュートだ。追い越してやるぞ。ブラウン君、ボールを奪うことができません。これは格闘技バリの荒技だ。ジャロ君、ここからチャンスを作るんだ。これは格闘技バリの荒技。ここから長い距離のパスを狙う。絶対に決める。ノートラップランニングボレー。早技シュート。この俺が止めてみせる。ヘリング、止めた、止めたぞ。いよいよ後半アディショナルタイム。両チーム最後の力を振り絞って弾みます。ドリブルと見せかけてパス。カッパスが決まった。ショック、パスを回す。ここで奪った。バジール激しいタックル。パスを回す。バジール、ボールを回すことができません。チャージが決まった。カルス低い姿勢で吹き飛ばした。これは大地を震わせる。凄まじいばかりの豪快な失格のシュートだ。カルス、このシュートをカルス様のシュートを見たか。よっしゃ、これ以上の失点は許さない。アウェイチーム、この試合に勝利。素晴らしいプレーを見せた選手たちに声援が送られます。